こんにちは法定式チューバーバですこの動画は数学 B を履修されていらっしゃらない方または数学 B が分からなくなってしまった方を中心に授業動画を配信しております。今回は数列の第18回ラストの回になります。数学的機能法についての解説です。なお使用しているテキストは動画の説明に URL を貼っています。PDF ですのでよろしければプリントアウトされてご活用ください。数学的機能法と いう言い方を耳にすると難しい証明方法なんだろうどんなやり方でやるんだろうちょっと不安になっちゃうなっていう方も少なからずいらっしゃると思います実はこの数学的機能法を利用すると証明問題例えば数列や高等式整数問題などなど多くの分野で証明できる簡単に証明を実行することができる強力なアイテムがこの数学的機能法 なんですねこの問題数学的機能法を使った方がいいよっていう表現って実はされてるんです問題の中でどういう言い方をしているかというとこんな言い方ですすべての自然数 N に対してほにゃららが成り立つことを証明せよもう一回言いますよすべての自然数 N に対してほにゃららが成り立つことを証明せよこのような言い方がされた問題はすべて数学的機能法で証明すると簡単にできちゃうわけなんです これからその証明方法について具体的に解説をしてみたいと思います。では、数学的機能法とはというふうに書きました。自然数、あるいは正の整数とも言われます。自然数 n に関する時効 p の証明なんですね。すべての自然数、確保して正の整数ですね、について成り立つことを数学的機能法で証明するには、次の2つのことを示す。1つ目、n イコール1の時、p が成り立つことを証明する。 それが終わったら2つ目 n=k イコール、K、の時 p が成り立つと仮定すると n=k+1 イコール、K、プラス1の時にも p が成り立つ。これが証明できればこの1番と2番が証明できれば証明したい事柄は証明できましたよということでくくればいいわけです。では数学的機能法のやり方にのっとってこれから解説をしてみたいと思います。では問題が n は自然数とする。 4倍の n の3乗マイナス n は3の倍数であることを数学的機能法によって証明せよこの問題です。まず最初は n が1の時に3の倍数であることを言っちゃえばいいわけだ。こんな感じ。で、3になるわけじゃない。だから、これもう成り立つよねで終わり。まあこんな感じでね、よって n イコール1の時に 4n の3乗マイナス n は3の倍数であると。そしたら次にこの大きな2番。n が k の時に p が 成り立つつまり3の倍数であるってことを仮定してからその次の n が k+1 の時にもちゃんと3の倍数になってんじゃんってことを言えばいいわけなんですよねところでちょこっと脱線するんだけど例えば n が2の時ってやんなくていいのみたいな当然さ n が k の時までいくつくまでに例えば n が2の時とか n が3の時とか n が4の時ってあると思うんだけど例えばさ n が2の時になるとどうなるのか 4×2 の3乗引く2じゃない つまりだかかららになるから30じゃんやっぱり3の倍数ですよねこれってさある意味 n が1の時も3の倍数になって n に2を入れても3の倍数になって3を入れても3の倍数になって,4を,て,なって4を入れても3の倍数になっていくみたいな感じでどんどん続くわけ。まるでドミノ倒し。 ドミノ倒しみたいにガーッと続いていくような話なんですよ。だから N は自然数の時が限定されていて、それで数学的機能法が使われるんだってことですよ。再現ないじゃない ?N が1今やったけど、2の時とか3の時とか4の時はずっといつまでやればいいんだいってことになっちゃうから、そこでね、大きな2番として N がもう K の時に3の倍数になってるよって。 っていうことが成り立ってますからね。ってことをとりあえず仮定しといて、次の項のところで成り立ってればよくねって。話がこの方式のやり方なんですよ。ちょっと分かってもらいたいかななんて思ってちょっと脱線したんですけど。ではこの大きな2番ね。やってみたいと思います。 そしたらこんな感じで書いいいちゃえばいいわけよ。つまり n が k の時につまり n が k なんだからこの4 n の3乗マイナス n の n が k だから 4k の3乗マイナスの k ねこれが3の倍数であると仮定するわけつまりこれが明らかに3の倍数だっていう言い方はこういう言い方じゃない ?3m みたいな感じ m は整数と置いてしまえば4倍の k の3乗マイナスの k は実際は3の倍数だからねってことを言えてますよね。 そこで次にさ、n を k プラス1ってしちゃうわけ。当然だからこの n ね、この4倍の n の3乗の n のところが k プラス1だよ。この後ろのマイナス n の n も k プラス1になるっていう意味だよ。こんな感じになるっていうことを言ってるわけよ。で、これが、この仮定した4倍の k の3乗マイナスの k が 3m、つまり3の倍数になってることを利用して、こいつが3の倍数にやっぱなってんじゃんって言えば証明終了。ちょっと上に動かしちゃっていいかな。こんなところまで。 このさ、カッコ K プラス1の30外すとこうなるじゃないするとどうなるか、次にどうなるかっていうとさ、カッコ外せばこういう形で書けるじゃない、まあ、まあ、わざと12とかにはしなかったんだけど、そこでさ、ここに注目するのよ。4倍の K の3乗マイナスの K が3の倍数なんだよねってことを仮定したのを使わない限り証明できないから、どうやって使えばいいかが次のポイントになるわけ。 なんだよねそれがこの黄色いマーカーつけたところじゃないここの黄色いマーカーが 3m ってできるっていう意味になるわけじゃないするとさこの黄色いマーカーのところ1つに集めてあげると括弧でね4倍の k の3乗マイナスの k になるじゃんこれって最終的にはこの 3m になるからね そしてそれ以外のところよく見て 4×3 の k の2乗だから3でくくったよそれがこれね後ろのやつが 4×3 の形状だからこれも3でくるとプラスの 4k じゃん4-1だから3だから3でくると1になるじゃんこれって何3の倍数これって何だっけつまりこんなことじゃないこれ 3m になるわけでしょだからこれ3でくくっちゃえばなんだよこれってつまり n が, n が k プラス1の時の 結果がががででくくり倒すこことときれば3の倍数ってことが言えるよねまた動かすからねつまりこんなことでしょ3でくくってあげるとということはこれでもう証明が終了ですよではよって n イコール k+1 プラス1の時も4倍の n の3乗マイナス n は3の倍数であるということが言えましたそこでこの1番と2番を使ってもう一回見るよこちらの問題ね1番は n が1の時に3の倍数であることが言えた 2番は n が k の時に3の倍数であるんだつまり4倍の k の3乗マイナスの k が3の倍数であるんだってことを仮定しておいてその次のね n が k プラス1の時に3の倍数になることが示せれば仮定からね仮定から示せれば証明が終わりってことになる。ということで1番と2番が最終的には証明が示されたよね。では結論ですこんなような形の結論ですね。 1>, 1と2より全ての自然数 n について4倍の n の3乗マイナス n は3の倍数であるということが示されました QED で終了ですではこのあとエクササイズの問題皆さんちょっと見てみてくださいではエクササイズですよ あれこの問題ってなんかどっかで見たことないかなみたいな感じですよね。実はさ、1の2乗プラス2の2乗プラス3の2乗プラス n の2乗は、これシグマの k の2乗の話でしたよね。6分の 1n 括弧 n プラス1括弧閉と括弧 2n プラス1。これはさ、数学的記論法で証明できちゃうんですよ。冒頭でも数列とか高等式とか、いろんなところで整数,整数問題もそうだっていう言い方をしたけれども、いろんなところで使えるんですよね。だから、 これも数学的機能法を使ってやっちゃうことができる。じゃあ、皆さんは今からこの動画を止めていただいて、これを数学的機能法で少し証明、頑張ってみられてください。終わられた方は、動画を再生されて、再開されて、答え合わせです。よろしいでしょうか。では、頑張りましょう。それでは解説、証明していきたいと思います。まず、与えられたこの式ね、この式、丸1とか丸 a と,とか何か置いときましょう。これから、 何回もこれを登場させて書くのはめんどくさいんでこれによりみたいな感じで何か置いてあげるといいと思いますよろしいでしょうかそしてプルーフですま,まず一番として n が1の時をやってしまいましょう両辺があるからまず左辺が1の時どうなるのっていう話ですよねこれって1の2乗のことですよね1個だけだからこれって1になりますよねさて右辺はどうなるのかっていうとこれって1 6分の 1n が1だからかける1かけるす 1, 1 かかける2かけるるす1じゃないこれって2だ,2だよね。1たす1、2。これは3だよね。2と3かけたら6だから、これって1になるじゃないということで、これもう証明。左辺と右辺が1になったから、えー、まず1番目、n が1の時には成り立ってるよねってことが言えました。こんな感じで書いてあげればいいじゃないよって、丸 a は n イコール1の時に成り立つ。次に2番目ね。2番目行きましょう。 2番目って N が K の時にこの丸 A が成り立つと仮定しちゃうわけそれはこんなことねつまりこの式のさ与えられた式の N のところが K に変わるわけよ1の2乗プラス2の2乗プラス3の2乗ねプラス点点点点のプラスこの N が K の2乗に変わってイコール6分の 1K かっこ K プラス1かっことじのかっこ 2K プラス1というふうに変えちゃうからねってことそして今ここでは仮定するって言ってるけれどももう,もう少しはっきり言いましょう あのこのあと n を k プラス1に変えるわけですよ。n を k プラス1にね。その時に、例えばこの形が出てきたら、1の2乗プラス2の2乗プラス3の2乗プラスずっといって、プラス k の2乗が出てきたら、その出てきたところは、もうこれ正しいから、6分の 1k 括弧 k、k プラス1括弧とちの括弧 k、2k プラス1に変えて計算を進めていけよってことです。よろしいですかね。この後の計算で、この形が出てきたら、この式を使って式変形するんだぞっていう、まあ、意思表示の式なんですよね。 そこで n が k プラス1の時を書いてみましょうするとこの左辺ね左辺はどうなるかっていうとこういうふうになりますよね1の2乗プラス2の2乗プラス3の2乗プラスずっといって k の2乗プラス k プラス1の2乗になるわけですよここで一つ大事なポイントがありますここは k の2乗入れてその次に k プラス1の2乗は書いた方がいいですそして次の注意点右辺は書かない このあとこの右辺の k と書いてあるところが k プラス1になる式は書かない書いちゃいけない実はこの後の方向性として結果的にこれを今から計算しますこれを今から計算した式がこの今右上に書いてあるここの k のところに k プラス 1k プラス 1,、k、1ここに k プラス1が入った形にこの式から持ち込めたら持ち込んでいけたら正しいことになるわけじゃないですか今、 n が k プラス1の時だからと言ってこの丸 a の式の n のところに k プラス1を入れて書いてしまうっていうのは避けた方がいいっていうかやらないでくださいそれは数学的機能法を証明する時にこの n のところに k プラス1が入ったからあ入っちゃっただから成り立つんだっていうような証明は証明じゃないんですよ何が僕は言い,たいかっていうとこの今1の2乗プラス2の2乗プラス3の2乗プラスと言ってここが k プラス1の2乗になった時の 計算したこの点点点含めて全てを計算した答えが右辺に書いてあるこの六分の 1N 括弧 N プラス一括弧閉じ括弧 2N プラス一のこの N のところに K プラス一が入り込んだ形の式に左辺を式変形させることができたら証明が終了という意味なんですよということで左辺の一の二乗プラス二の二乗プラス三の二乗プラスずっといってプラス K の2乗プラス括弧 K プラス一の二乗を今から計算しますこの仮定を使って よく見といてく見ていいいださいまず黄色いアンダー引いたところに注目ここって家庭で 1k6k 1, 6 K、K、1過去と地の 2k の1にしていいよって話だったからこの黄色いマーカーのところはこれですり替えちゃうすると点点点々が全部なくなってこの式出来上がったじゃない。じゃあこの式まとめたいんだけどどうするのかっていうのが次のポイントね。要はこの式をまとめる方向性なんだよね大切なのは。 そののののの話話っていいいうのはここ赤いボールペンで書いてるこの話なのよ実はね最終形ね最終形さっきやらないでくださいって言ったのは単純に代入してはいできましたみたいなことはやらないでくださいっていう意味ね左側のこの形の式から頑張って計算してこの形を作れってことを言ってるわけだからこの6分の 1k 括弧 k プラス1括弧とじの括弧 2k プラス1プラスの括弧 k プラス1の2乗というこの式を頑張って式変形して最終的にこの形を作りたいわけよ わかります動かしてみるねまとめる方向性を書いてみたこんな話ですつまり六分の一 n かっこ N プラス一かことじのかっこ 2N プラス一のこの N のところに K プラス一が入った形を作れればこの形ねこの形をこの形に式変形できれば成り立ってるよねってことが言えるわけだそれを頑張って作ってみようぜっていうのが今回のこの後のミッションです ここ何もなかったけど、1だから6分の6と書いてしまった。すると6分の1でくくり出せるよね。あとほら k、k プラス1でもくくり出せる。するとこんな感じになっちゃうよね。6分の1と k プラス1でくくり出したから、残ったのは k が残るじゃないあと 2k プラス1が残るよね。後半部分は6が残って k、k プラス1がもう1個あるから残るよね。こんな感じだ。すると、ちょっと動かしていいかなするとこんな感じになるんじゃないえ、要は、 中括弧の中は2 k 二乗プラスの 7kA プラスの6だよね。これをたすき掛けして因数分解しちゃおうよ。するとこんな感じになるじゃないここのところが。要はたすき掛けしたやつを書いてみた。すると6分の1括弧 k プラス1括弧 k プラス 2k プラス2ね2。括弧閉じの括弧 2k プラスの3になるよね。この式をどういう形で持って持ち込みたいのかっていうと意識するのはこれこれこれ。よく見て。 よく見てここの k プラスの2はこれならないかな ?k プラス1プラス1って k プラス2じゃないかなこの 2k プラスの3はこういう形で書けないかな ?2k で2プラス1で3にならないかなこれを意識してこの式をあと一歩この形にしてあげるわけですよ。少し動かすよだからここまででいいでしょうかするとこんな感じで書き直せるよねもう勝利者宣言あと目の前だよね。要は6分の 1n のところが k プラス1になったわけでしょ この n のところはなってるよね、k プラス1に。かっこ、k プラス1、ほら、n のところは k プラスになった、プラスの1。k プラス1、プラスの1は k プラス2だよね。そしてもう一つ、2n の n のところが k プラス1にほらなったよね。かっこ外してあげると2 k、2k プラスの3になるよね。ということで、これ、n が k プラス1の時にも成り立つ式になったよね、っていうことが分かりました。では動かしますね。これでもう結論です。 よって ①A は最初に与えられた式ね N イコール =k+1 プラス1の時にも成り立つということが分かりました1番2番により全ての自然数 n について ①A が成り立つということで証明終了です今回のやり方はよく出てくる数学的機能法を用いた特徴ある証明の方法です少し戻っていいかなどこのところに気をつけていただきたいかっていうとこちらのところなんですよね n が k の時に成り立つことを仮定すると言ってるけれども要は 1+2+3+ 2 2ずっといって k の2乗が6分の 1k 括弧 k+1 プラス括弧と時の括弧 2k+1 プラスになっているからねっていうことを使って n が k+1 プラスの時の式を書いてみてこの黄色いエリアをそっくりとここの形で書き直してあげてこの形が最終的に こちらのね、やらないでくださいって書いてあるこの赤いボールペンだ最終的にはこの形を作るんだよ。この形からこの形に持ち込んで、この形を頑張ってこの形に持ち込むの。そしたら N のところにちゃんと K プラス1が入ってるよねってことが分かる式になるわけじゃない。そういう方向性で、そういう方針で式を変形していくわけなんですよ。こういう方法しかもないんですよね。 だからこの辺のやり方をしっかりと抑えられて数学的機能法をうまく使われるように頑張られてみてください。よろしいでしょうか。お疲れ様でした。今回最終第18回ですね、数学的機能法終了いたしました。お疲れ様でした。長い間お聞きいただいてありがとうございます。感謝いたします。頑張られてください。